ミカイル聖度中世は、教義には、西洋史の時代区分の一つで、古代よりも後、近代、または近世よりも前の時代を指す。17世紀初頭の西洋では、中世の観念が早くも定着していたとみられ、文献上の初見は1610年代にまで、遡る。また、講義には、西洋史における、中世の類推から、他地域のある時代を、中世と呼ぶ。ただし、 あくまでも類推であって、西洋史における中世と同じ年代を指すとは限らないし、中世という時代区分を用いない分野のことも多い。また、西洋では中世という用語をもっぱら西洋史における時代区分として使用する。例えば英語では日本史における中世を通常はフードル、ジャパンやメディバルジャパンとする。伝説によると、聖ヘンィックは トゥルク近くのフィンランド人にバプテスマを授けています。イタリアルネサンスの時代には、栄光の古代ギリシャローマが衰退した後に、ゲルマン民族の軍隊が、イタリアの土地と庶民を支配する暗黒時代となり、さらに後にルネサンスの時代を経て、現在に至ると考えられた。栄光の古代と復興後の現代の中間に横たわる、この暗黒時代は中世と呼ばれて忌み切られ、古代、 中世、近代の三次大区分法が西洋史の大きな枠組みとして広く使われるようになった。生産関係に重点を置くマルクス主義歴史学の五時代区分論においても基本的には同様で中世は封建性、濃度性社会とされる。ただ、有物史観は古代から退化して現代に至るのではなく生産手段の継続的な進歩という 進化論的視点を取る。伝統的な西洋史の時代区分における中世は、一般に5世紀から15世紀、歴史的大事件で捉えるならば、西ローマ帝国滅亡のあたりから、東ローマ帝国滅亡のあたりとされ、ルネサンスから宗教改革以降を禁制とする。ただしルネサンスは国によって、時期が大幅に前後することもあって、これを中世に含めるかどうかについては、 古くから議論があった。中世はさらに、ゲルマン民族の大移動から、マジャール人、ノルマン人の侵入が収まるまでの中世前期、十字軍により、西欧が拡大し、反ヨーロッパ的な権力をめぐって、強行権が世俗王権と争う中世世紀、ルネサンスの交流や百年戦争の騒乱を経て、絶対王政に向かい始める中世後期に、時代区分されることがある。 西ヨーロッパの中世は、ペストの流行、異端新問などに象徴される暗黒時代という見方がされるケースが多い。その理由は、ローマ教皇が1096年のウルバヌス2世が、フランスの法権領主諸行に呼びかけることで始まった十字軍によるイスラムへの侵攻があり、政治的には多くの人命が失われる戦争が、宗教の名のもとに行われるのが習慣化していた。 時代とも言えるからである。これを裏付ける歴史的事実として、ローマ教皇が圧倒的な権勢を誇っていた当時のヨーロッパの実態がある。前述の通り十字軍はローマ教皇の呼びかけで始まるもので、これはつまり神聖ローマ帝国の皇帝や各国の王、諸皇は実質的にはローマ教皇に逆らうと波紋するぞ。 という脅しにくしして十字軍の呼びかけに従っていったというのが中世ヨーロッパの政治の実態でもある。無論、そのために反動的な出来事としてその後の宗教改革や30年戦争と実質上の神聖ローマ帝国の解体、ウェストファリア条約の締結、オランダ独立戦争、イギリス新京都革命、名誉革命、そして最終的には、 フランス革命へとつながる啓蒙主義などが起こった近世へとつながるのだが、啓蒙主義のことを知識という光を人民に与えるとも呼ばれるため、啓蒙主義の光と対照的に中世のローマ教皇とキリスト教の権威主義が中世を暗黒時代と評価させる原因とも言えるであろう。しかしながら前述の中世は光か闇かという面で言及すると一方的に闇とは 言い切れない部分もあるのは事実で、それは文化の面に現れているとして、歴史学の分野では再評価が行われている。しかし一般的には中世を暗黒時代とみなす風潮はなお根強い。また、12世紀になるまでは経済力、文化などの面などでイスラムや東ローマ帝国の後人を廃していたのも事実である。これは地政学的側面として、 イスラム教の成立から始まるアッパース・朝から連綿と続きオスマン帝国の出現へと至る過程でヨーロッパではそれまでスパイスロードで供給されていた香料諸島からの故障長寺などをはじめとする香料やシルクロードを経てヨーロッパでも入手できた絹やそれを利用した絹織物が入手できなくなったそのため十字軍の時にイスラムのサラーフッティーンからは次のように 呼びかけられている、キリスト教徒たちが通称を求めるならば歓迎するが十字軍を送り込んでくるならば我々は、キリスト教とすべてを粉砕することになるであろうつまり、異教徒として、イスラムを毛嫌いしていたローマ教皇以下、キリスト教勢力は、この当時の先進国先アジア諸国の文物を知らずに、いたこともイスラム教徒たちに皇人を排する理由の、一つとも言えた。 経済活動を見ると、封建制の省エでは生産性が上がることにより、生産物を交換する定期史が発達し、十字軍に伴う東方貿易の活発化と証券の拡大が見られ、ヨーロッパ各地の特色ある商品が海や川を使って流通した。都市の市民が領主から自治権を得ていくと都市は国家や自由都市に変貌した。利害を追求する都市間が協力して、 ハンザ同盟やロンバルディア同盟を作り、政治的勢力という要素が加わった。また、都市の職人、手工業者は組合であるギルドを形成した。こうした市民活動から、貨幣経済が発展し、中世後の近代化へと続いた。文化面では、絶大な教会の権威を支える神学が学問の、頂点にあり自然科学は衰退したが、諸国の君主が保護した大学が生まれ、 ロジャー・ベーコンのような科学者も現れた。時代が下ると、西ローマ帝国の滅亡から、東ローマ帝国の滅亡までという、歴史的大事件の枠にはまった、従来の中世観を見直して、より包括的な社会人類学の視点から中世を定義することが行われるようになった。すなわち、ゲルマン民族大移動収集後の定住化とともに、キリスト教が大衆へ浸透し、 封建制社会が確立した時期の9世紀から10世紀頃をもって中世の開始として官僚と常備軍をもって地方文献的領主を圧迫していった国王が国内統一を成し遂げ絶対王政による強大な中央集権国家を築いた時期の16世紀末頃をもってその歴史区分の中世紀の終焉とするものである。近年ではこれまでの古代中世近代の三時代区分に 新たに近世という時代区分を加え、ルネサンスから絶対王政の終焉までをこの近世、それ以降を近代と考えることが主流となりつつある。日本の中世とは、陰世紀から戦国時代までの11世紀後半から16世紀後半までの期間を指す日本史における時代区分である。これは土地制度に基づいた時代区分であり、庶民が存在せず、電磁のみが広がる面だ。 よりうど型荘園から村落なども囲い込んだ領域型荘園への移行を活気とする。戦国期に入り動揺を見せていた荘園制は豊臣秀吉による対抗検知の実施と国高制の成立により解体し日本の中世は終焉を迎えた。日本の歴史における古代、中世、近代の区分は 西洋の歴史学をモデルとした明治以降の近代歴史学が使い始めた。具体的には1906年に歴史学者の原勝郎が初めて中世の歴史区分を用いた。武家政権の存在した期間にヨーロッパ中世の騎士、封建制、昭円制との類似点を見出し、鎌倉幕府の成立から室町幕府の滅亡まで、すなわち、 鎌倉時代と室町時代を合わせたおよそ4世紀の期間を中世と定義するのが一般的であった。南北朝時代を挟んで中世前期、中世後期に区分される。ここに定義された中世は政治史的に武家政権による支配を特徴としており、天皇の政権が全国を統合していた古代と区別された。また武家政権の存在した時期でも、 中世的支配構造が解体された後、強力な中央政権によって新たな支配構造が形成される近世を区別する。平安時代末期、中央による支配は、諸国の武士の離反のために危機に瀕していた。陰性、平氏政権による試みを経て、源の頼朝は、諸領安堵を媒介とする武家の統領と御家人の主従性を、 日本国僧児党による自党職部人の形式をもって国政化し、在地領主層の政治的統合を一定程度達成した。これが中世国家における全国支配のありようの主要部分を成した。南北朝内乱の過程で、守護は軍事指揮権行使や反税令などを足がかりに任国における上級領主へと性格を改め、全国支配は、 足利将軍の下の守護が文章する形に移行していった。守護所と並存していた国画の権限は、侵奪され、国画領も守護領に転換した。公領、荘園の在地領主であった、在朝官人も将官も、自動御家人、非御家人の別なく、同室に国人と呼ばれる存在になっていたが、守護はこれらの悲観化に努めた。やがて、室町幕府の支配力の縮小により、 自律的権力としての性格を強める守護、守護代あるいは国人からも戦国大名化するものが後半に現れて、全国支配は全く形外化し、織田信長、豊臣秀吉による再統合の時を迎えるに至る。しかし、こうした見方はあまりに政治史的であり、また、鎌倉幕府の成立時期や兵士政権の評価について、異論が出され、武士の発生過程も見直されるなどして、 従来の区分は広く受け入れられなくなった。そして、中世を通じて支配の基礎にあった在地領主やその領主的所有、支配の対象であり、中世的な重層的土地収益権が成立した、公領、省縁を重視する社会経済史、土地制度紙面からの捉え方により、省縁ン公領性が確立した陰性期を中世初期に含める見解が有力になり、 学校教育においても、すでに1980年代頃からこれに沿った構成を取る教科書が増えている。さらに遡って、律令制から王朝国家体制に移行する平安中期を発端とする意見もある。平安時代は古代から中世への過渡期と考えられ、どちらに分類するかは未だに議論があり、中立的な概念として古くから主に文学史の世界で使われ 中世と近世との活気をどの時点に求めるかについては、統一事業に乗り出す小田政権が姿を現した、信長上落、太閤検地で、昭円交流制を最終的に解体した、豊臣政権による全国統一、幕藩体制による全国支配を確立する江戸幕府の成立など、様々な見解がある。中国の歴史における中世の概念は、内藤湖南の 死な金制史に始まる。内藤は五漢の中頃までを、上古、疑心南北朝時代から東中期までを、中古、宋以降を金制とする。上古、中古はそれぞれ古代、中世と言い換えて、間違いはない。この観点は主に、京都大学出身者によって作られる、京都学派によって発展を遂げる。その代表を挙げるとすれば、宮崎一貞である。これに対して、戦後、 前田直介によって、党の中期までを古代、創以降を中世とする論が出され、大きな論戦を引き起こした。党中期までを古代とする論は、その後、西島さだを、堀利一,一らの歴史学研究会を中心とする、東京学派の手によって発展していき、京都学派との長い論戦が続いた。しかし1970年代頃からは、実証主義的な立場から、 このような大きな物語に対する批判が生じ、分野の細分化が進み、時代区分論争のような大きな枠組みの研究は少なくなった。前出の中世イスラムとは、ファーティマ朝成立やブワイフ朝のバグダード入場、セルジューク朝の帝国成立など、アッパース朝の形外化によりは、いわゆるイスラム帝国という世界帝国が破壊した時期から、オスマン帝国が、 トルコの地域国家を超えてイスラム世界帝国を確立した時期までを指すことが多い。ありがとうございます。